お待ちしております。はい、今日イベント明けですけど、はい、イベントはどうでした？そうですね、皆さんこう結構 S キャラが出てきました。私がどんどんイベントとかで突っ込んでいったら、そういうノリねみたいな感じで分かってきたのか、はい、どんどん突っ込んでくるようになりました。あ、それでどんどんみんな返して返してってだんだんこうファンの方が S っぽくなってきた気がします。あ、なるほど。ふわふわした、うん、マイペースな子に見られがちなん で、ね、あの私がこんにちはって出てもあの出てくると思ってるところをいつもトークとかで突っ込んでくるから、うん、あ、静香ちゃんはそういうきついの OK なんだと思ったのか、うん、ファンの方がどんどんきつくなってきて、ファンの人がなんかきついの、もう関西人なんで頑張って返していこうと思います。ファンの人になんでやねんって頭叩かれた日はどうしよう。ないです。あ、びっくりした。それも想像しつつ振りじゃないですよね。叩いてくださいって振りじゃないです。でも頑張って返しますけど。どんなイメージを。そうですね、これは花柄で、季節感は無視ですよ。秋っぽくないけど。なるほど。っていうのもドラマの撮影中でプロレスで、あ、もうリアルにあざが毎日できるんで、あのそれを隠すためのニーハイです。あ、なるほど。多分すごい可愛らしい子だったらこれすごいお気に入りなんですよとかって来てくるかもしれないけど、ね、私はもうすいません、あざ隠すためのニーハイ履きたくて。ではここ、どんどん足場露出がしなくなると朝がやばいからと。すいませんって。どうも、中村静香です。私の DVD プルプル静香3が発売になりました。今回の DVD は、その名の通りプルプルしております。ですが私的にまさかの3、こんなシリーズ化すると思ってなかったので、プルプル、ゆらゆら、フリフリ、テッカテカな感じでいろいろ凝縮して頑張って撮影しました。一生懸命頑張った3なので、ぜひ皆さん見てください。じゃあねー。